ノーコレクション、ノーライフ、ヤクミツルでございます。ヤクミツルの秘宝館、毎回申しておりますが、あくまで博物館でございます。どうか静粛に願います。静かにご観覧いただきとうございます。今回は私の得意ジャンルでございます、お相撲からですね、こんな秘宝をご用意しております。さあれどこ探してるあれどこ行ってるあったすいません出たザン電球でございます、何のサインも入っておりません。ただの電球でございますが、これがどうして秘宝なのかと申しますと、この収録を行っておりますこの部屋の上、この部屋の電球をですね、高見盛りが来られた時に、その時にたまたま消えてる電球がございましてね、それを高見盛りが交換してくれた。高見盛りお手交換の電球という何の価値もございませんね。何の価値もございませんね。サインもなければ、はい、何の変哲もない。わからない。何の変哲もない。ただこれも50年100年経ちますと、もうただでさえ今ほとんど LED に置き換わっておりますから、はい、こんな白熱電球をつけてる頃があったんだなということがね、21世紀の初めまでは使われていたんだな。でもそれ分かると思いますね。しかももうベルマークも切り取ってあると。なんでこんな切り抜き跡があるんだろう。これはベルマークを切り取ってるからですね。あ、ベルマーク集めてらっしゃった。今でも集めております。はい、まあ、これだけじゃ、これだけじゃあまりじゃないか。まあ、実はこういうものほど大切なんでございますけど。高見盛りといえばザザン大人のふりかけ高見盛りサイン入りでございますね。永谷園のね、CM キャラも長く務めていらっしゃいますのでね、さすがにこれは未開封ですね。よくコレクターの方が2点買い3点買いなさいますけども、おご多分に漏れず、私もこのようなものいただく用と実際食べる用、そのまま残してあるものの方に高見盛りのサインを頂戴しております。そういえば高見盛りはいたなぁ。ここを出してるとですね、ちょっと他にも思い出す感じ。高見盛りいたなぁ。あっちか。あ、いた。ザ、出た。高見盛り、あの例のロボコブポーズですね。ふっふっ、気合いを得たフィギュアでございます。この肩とこの右膝の包帯テーピング、これは後から私が現物に忠実にですね、テーピングのテープを貼って、再現しております、再現しております。そこまでしないとやっぱり高見盛りツルツルの状態ではですね、リアリティがないということで、ここまで完成させることにもう意義があるわけでございますね。自分でやったんですね。自分の包帯を自分でつけております。高見盛りはいろいろその CM キャラとしてね、活躍をされています。永谷園、そしてもう一つは日本盛りもやってらっしゃいましたね。盛りつながりでね、なるほど。ズアン日本盛りの人形、こういったものもその都度押さえておきませんと、ちょっとしますとね、もうとんでもない値段がして手に入りにくくなってしまう。情報収集もおさおさ怠りなくやっときませんと、あんなもん出てたのかよみたいなことは後で慌てても、そして見っけてもふっかけられるだけというところでね、そういったものにはなるべくも応じないように、もうそういう時はもう涙を飲もうとしておりますね。メガネかけられてるフィギュアってね、なんか珍しいんじゃないですか。そうですね、はい。高見盛りプライベートではメガネも欠かさないお相撲さんでございます。メガネも実は一つ譲り受けておるものがあるんですけれども、今それは本当の博物館に貸し出し中でございます。そんな高見盛り、何度もうちに遊びに来ていただいていたご縁で浴衣地をオーダーいただきまして、
その時の浴衣地で作ったシャツがこちらでございます。ザイン。これヤクさんのイラストですか？はい、私の、はい、書き下ろしの肩を揺すぶったり胸を叩いたりとか、ちょうどタグのあたりが叩いてるからですね、その左右が肩を上下させているイラストになろうかと思いますね。そしてそのロゴもですね、ロボコブらしくこうロボット的な文字で、かーかわいらしい。これは浴衣地ですので、本来浴衣に仕上げるのがよろしいんでございますが、私はこの山本シャツ店というですね、世田谷線松陰神社駅前にございますシャツの仕立て屋さんがあるわけです。そこはオーダーのワイシャツがもちろん専門なんですが、浴衣地を持ち込みましたところですね、それをまたシャツ仕立てにしてくださいまして、はい、売ってないんですよね、これ。これはね、この浴衣地はもちろん市販もされておりませんし、シャツは一点物でございます。やっぱりね、当然そのまま残すというものもございます。それからやっぱり自分なりにアレンジを加えるもの、こういったシャツに仕立て上げる、同じフィギュアを買っても当時の巻いていた包帯を忠実に再現するとかですね、松井の回でもありましたように指輪に仕立て上げるとか、手を加えるというのも決してやってはいけないことではないのでね、そのような形で私などは楽しんでおるということでございます。というわけで、薬味鶴の秘宝館高見盛りグッズのあれやこれやを、ご覧に入れました。ちなみに一番のお気に入りはやっぱり、あ、これだな高見盛りグッズの中でどれがって言ったら、一番何でもないものですけど、この電球ですね。これにも次会った時ぐらいはサインにいただいておいた方がいいかもしれませんね。ライフワークとしております雑誌の表紙サインシリーズより大女優編を、大女優編をお目にかけたいと。ザーン、出ました、浅岡瑠璃子さんのサインでございます。岩下志麻さんでございますね。素晴らしいでございますね。三田佳子さんも大変お美しい表紙でございますね。吉行和子さん、かー、これも古いですね。藤原紀子さん、押さえときますね、私もね。まだまだいろいろ妙なもの出てまいります。どうかチャンネル登録まだの方はですね、お済ませいただきますようにお願いをいたします。失礼いたしました。